FPS ゲーマーの皆さん、どうもアイロンプリンです。今回はタルコフを買ってみたい、タルコフを買ったけど何もわからないという人のために、タルコフを実際に遊ぶまでの流れをパパパッと解説していきます。それでは行ってみよう。ハッパチキ。そもそもタルコフってなんやねんってなると思うんだけど、簡単に言うと僕が考えた最強の銃を持ってマップにお使いに出て、勝てば脳汁、負ければ全ロスの比率気を楽しむ後輩 FPS ゲームです。まずは買い方から。タルコフの公式サイトを開いて、ここのプレオーダーの部分をクリックすると、エディション選択の画面になるから、一番上のスタンダードエディションの事前購入をクリック。クリックしたら画面の指示に従ってインストール完了まで行こう。無事インストールできたら OK。タルコフを購入すると、まずベアーとユーセックを選ぶ画面になる。何それってなるかもしれないけど、簡単に言えば言語と初期アイテムがロシア側になるかアメリカ側になるかだけ。自分の好きな方を選ぼう。個人的におすすめはベアー。キャラクリを終えたら、まずはスカブでーと言いたいところだけど、一人で始めたなら PMC の練習モードでカスタムに行ってみよう。練習モードならアイテムを失わないから安心。 F で拾う、使う、右クリックで覗いて左クリックで撃つ、それだけを意識してマップのいろんなものに触れてみよう。次はスカブと PMC を選ぶ画面を見て、なんじゃこれいいってなってる君のための講座。まずはスカブモード。このモードはこのテンバイヤーとつながっているホームレスに憑依して、支給してもらった装備でタルコフ氏に出撃できるモード。 PMC が漁った後のマップを漁ることになるから、まさにゴミ拾いになるけど、その代わりに比較的安全にアイテムを拾える。注意点は撃たれた時以外は攻撃しないこと。次に PMC モード。こっちはタルコフ氏に生まれた君自身、好きな装備、好きなカスタムの銃を装備してタスククリアや高級品獲得を目指してタルコフ氏へ駆け出そう。次はタルコフの基本的な流れを紹介していく。ステップ1、まずはこのゴロつきなりきりモード。タルコフ中の装備とゴミと夢と希望を詰め込んでこよう。ステップ2、実はタルコフの本質はこのおっさんたちの親愛度を上げていくギャルゲーなので、親愛度を上げるためにタスクを受注しよう。ステップ3、持ってきた装備をそのまま装備したり、アイテムを売ったお金で装備を揃えて準備が済んだらいよいよ出撃、タスククリアを目指して頑張ろう。ステップ4、無事にタスクをクリアして帰ってこれたらトレーダーに報告。これがタルコフの基本の流れ。次はいよいよ PMC 出撃。でも何持って行ったらいいかわかんないよという君のための講座。タルコフへピクニックに行くために最低限必要な装備一覧はこちら。順を追って説明していく。まずはヘッドセット。これは足音をクソでかくしてくれて、不要な音はノイズキャンセリングしてくれるタルコフで一番重要なアイテム。相当な金欠じゃない限りマストでつけてこう。おすすめはソルディンかコムタック2。次にアーマー、とりあえず何でもいいから着ていこう。でもニアーマーはコピー用紙と見間違うくらいの薄さだから、わざわざ買う必要はない。買うなら3アーマー以上にしよう。リグと武器はお財布と相談。でも最低でも画像のものは持っていこう。次に回復意識、必要なのはこいつら、忘れずに持っていこう。最後にバックパック、バッグの大きさは利益に直結する。最低でもこれ以上のものを持っていこう。これらを揃えたらいざ出発、目いっぱいタルコフを楽しんでこよう。ハッパチキ。ここまで見てくれてありがとう。これでタルコフの最初の悩みは解決したかな。解決したって人はいいねよろしく。わからないことがあったら気軽にコメントで聞いてね。一緒にタルコフを楽しんでこう。タルコフサクッと解説。どうもアイロンプリンです。今回はコンパッチから追加されたグラウンドゼロの新タスクを4つまとめて紹介していきます。それでは行ってみよう。ハッパチキ。まずはプラパーのタスク。これはマシンガンとグレネードランチャーを見つけてグラウンドゼロ内で敵を5人倒せというもの。敵を倒す方は今回は省略してマシンガンとグレランの位置を解説します。まずはマシンガンから紹介。映像で今いる位置はエンパイアの丸2のあたり、目印はこのガガリンホテル。ここからエンパイアの中に入って右斜め前の崩落した壁をくぐって左手にある階段を登ろう。登りきったら左手にある部屋の奥に進むとマシンガンがある。次にグレラン。これはさっきと同じ場所からスタートして逆方向、この弧を描いている建物に入ってエスカレーターと階段を使って上の階を目指そう。ドアを開けて中に入ったら左側の奥の部屋の中にグレランがある。以上がプラパーのタスク。次にセラピストのタスク。これは医療品3つの納品と医療テントを見つけてこいというタスク。納品は省略してテントの場所を解説していく。これもさっきと同じ場所からスタート。まずはテラグループの建物の方向に向かって大通りを端までまっすぐ進む。カーブのところに着いたら左方向、
ユニティクレジットバンクの目の前に目的のテントがある。次にメカニックのタスク。これはまとめて言ってしまうと、テラグループの建物の駐車場を見つけて、建物内で研究者を探して鍵を取って、とある部屋に入ってハードディスクを持って帰ってこいというタスク。今度はテラグループの建物の目の前からスタート。テラグループの建物に入って左の通路を進むと丸一の駐車場がある。次に来た通路を戻って左斜め前、この猫ちゃんの銅像の通路に行く。奥に進むと崩落現場に研究者の死体があるので、そこから鍵を調達。調達できたら戻って左手の階段を上って、右手の方向の奥にある4番の部屋に鍵を使って入る。するとパソコンの付近のどこかにハードディスクがあるので、これを持って帰れば OK。 最後にスキヤのタスク。これはタクシー脱出で帰ってこいというタスク。まずはタクシー脱出なので6000円ほどルーブルを持っていこう。これもメカニックのタスクと同じく、テラグループの建物の目の前からスタート。テラグループの建物の前を横切って、テラグループの建物をなぞるようにこの道に入って、奥に進めばタクシーがあるので、これにお金を払って脱出すれば OK。 以上で今回追加された最初のグラウンドゼロの新タスクはバッチリ。タルコフ氏の皆さん、どうもアイロンプリンです。今回はタルコファーなら避けて通れないカスタムのマップの解説をしていきたいと思います。それでは行ってみよう。ハッパチキ。カスタムはめっちゃ大雑把にするとこんな感じ。川向こうかそうじゃないか、山側かそうじゃないかって感じで、公式の域のマップはこうなんだけど、これだと細かすぎてちょっとよくわかんないから、ざっくりするとこんな感じ。じゃあ主要な建物を紹介していく。まずは東側から、ここからこっちの方向に見た景色はこんな感じで、一番近くにあるここが倉庫群。ここはマジで名前の通り倉庫があるだけ。次にこの写真でチラッと見えてるこの赤倉庫、この赤倉庫も名前の通り赤いクソデカ倉庫があって、たまにタスクで来ることになるからチェックしておこう。川を渡る前の主要な建物はこれで終わり。ちなみにここからこっちの方向を見た景色はこんな感じ。基本的に道沿いに歩いてれば線路や川が見えるから、道を目印にしてみよう。そしてこっち側の PMC の脱出地点はここ、スカブの脱出地点はここ。川の渡り方は橋を渡るかこの辺りの陸続きを渡るかになるんだけど、いずれにせよ対岸からスナイプされる危険があるので、常に遮蔽を意識しながら渡ろう。じゃあ次は川を渡った先、まずは山側と言っても、山側で覚えておきたいのは社員寮だけ。社員寮の外観はこんな感じで、ここは激戦区なので気をつけよう。もし山側で迷ったら壁沿いを歩いて線路を目印に大通りへ出よう。次は反対の建物側、こちらはパパッと解説していく。川を渡ってすぐのルアフ、ここはスカブが多いので要注意。ルアフ抜けたらインテリ島、インテリ島回復が湧くのでこちらも激戦。インテリから南に行くと奇獣旧建設、ここは実際何にもないけどタスクで数回来ることになるからチェックしておこう。奇獣旧建設のお隣は旧建設、こちらはちょこちょこアイテムがあって地味に美味しい。旧建設から北上すると新建設、ここは猛者と奇獣に乗ったスカブに要注意。新建設の北の線路の先、赤い部分は行き過ぎるとゲーム外最強スナイパーに撃たれるので、このデッドスカブより前には行かないこと。線路沿いにあるのはオールドガスステーション、略してオルガス。緑のスモークがたかれてたらこの建物の地下で脱出ができるよ。ここまでの PMC 脱出地点はここ、スカブの脱出地点はここ、オルガスを出たら電源倉庫と七種の倉庫に連チャン、丸々あさるとなかなか美味しい。タンクに挟まれてるこちらはグラボ倉庫、名前の通りグラボが湧くことがある。ここまでの PMC 脱出地点はここ、スカブの脱出地点はここ。以上でカスタムズの主要な建物は終わり。タルコフ知識サクッと解説。どうもアイロンプリンです。今回は最序盤のおすすめ武器5選を紹介していきます。それでは行ってみよう。ハッパチキ。まずはプラパーから買える武器を3つ紹介。1つ目はペペーシャ、これは安価でレートが速くてマガジン容量もちょっと大きいコスパ最強のサブマシンガン、カスタムも必要ないので楽ちん。この銃で使うおすすめの弾は同じくプラパーから買える AKBS 弾、この弾は精度が上がる上に反動も減るのでめっちゃいい。そして個人的にワンチャンありだなって思ってる弾がイエーガーから買える LRNPC 弾、これは AKBS 弾ほど精度と反動バフはないけれど、代わりに出血に関するバフがついてるので足狙いが強いかなっていった感じ。
2つ目は PP19 ビシャズ。これはレートが控えめな分反動が抑えやすくてカスタムも簡単な序盤の優等生サブマシンガン。カスタムに必要なパーツは同じくプラパーから買えるこのパーツでそのままポン付けできる。この銃で使うおすすめの弾は PST-GZH だ。3つ目は AKS-74U。 これは安価でカスタム次第では終盤まで使える優秀なアサルトライフル。カスタムに必要なパーツはスキアから買えるこのパーツとメカニックから買えるこのパーツでそのままポン付けできる。この銃で使うおすすめの弾は 5.45×39mm の PS 弾。次はスキアから買える武器を2つ紹介。2つとも同じような性能なので同時に紹介していく。1つ目は VPO209。 2つ目は VPO136。 これらは他よりも少し強力な弾が使える単発式のアサルトライフル。これらのカスタムは少しだけコツがあって、まずはこれらのパーツを同じくスキアから買って、このアイアンサイトとカバーとマガジンを外して買ってきたパーツを全部装着したら完成。これらの銃で使うおすすめの弾は VPO209 の方は TKM-EKO 弾で、 VPO136 の方は 7.62×39mm の PS 弾。これで序盤武器に迷うことはなし。タルコフタスクサクッと解説。どうもアイロンプリンです。今回はタルコフはじめの第一歩プラパーのデビューを解説していきます。ホッパチキー。このタスクはこのヒゲのおっさんからのタスクで、任意のワップでスカブを5人倒してとあるショットガンを2丁持ってこいというタスク。スカブというのはプレイヤーを見つけると規制を上げて銃を振ります。この NPC たち、とりあえずこいつらを5人分からせれば OK。 マップは任意だけど今後のタスクを考えるとカスタムズがおすすめ。持ってく装備はヘッドセット、リグ、アーマー、バッグ、回復一式、銃、マガジン、揃ってれば何でも OK だけど最初は迷うと思うから一例を紹介。ヘッドセットはスキアーのこれ、リグはラグマンのこれ、アーマーは何でも OK、 バッグは20マス以上のもの、回復意識はこいつらでセラピストから買える、最後に銃とパーツはこれらをプラパーから買ってポン付けしたら OK。 装備意識はこれで完了。いよいよ出撃。基本はまったりお散歩で大丈夫だけど、効率的に終わらせるならルアーフやオルガスに行こう。もしカスタムズのマップがわからなくなったらこの動画をチェック。スカブを倒すコツは落ち着いて頭を狙うこと。でも最初は脳死で胴体狙ってばらまけば OK。 次にショットガンの納品。納品するショットガンは MP133 というショットガン。入手法はこのテンバイヤーか、このファッキンジジイから買って渡すか、倒したスカブから拾って帰れば OK。 これでこのタスクはバッチリ。カスタムはめっちゃ大雑把にするとこんな感じ。パワームコーかそうじゃないか、山側かそうじゃないかって感じで、公式の域のマップはこうなんだけど、これだと細かすぎてちょっとよくわかんないからざっくりするとこんな感じ。じゃあ主要な建物を紹介していく。まずは東側から。ここからこっちの方向に見た景色はこんな感じで、一番近くにあるここが倉庫群。ここはマジで名前の通り倉庫があるだけ。次にこの写真でチラッと見えてるこの赤倉庫、この赤倉庫も名前の通り赤いクソデカ倉庫があって、たまにタスクで来ることになるからチェックしておこう。川を渡る前の主要な建物はこれで終わり。ちなみにここからこっちの方向を見た景色はこんな感じ。基本的に道沿いに歩いてれば線路や川が見えるから道を目印にしてみよう。そしてこっち側の PMC の脱出地点はここ、スカブの脱出地点はここ。川の渡り方は橋を渡るかこの辺りの陸続きを渡るかになるんだけど、いずれにせよ対岸からスナイプされる危険があるので常に遮蔽を意識しながら渡ろう。じゃあ次は川を渡った先、まずは山側といっても、山側で覚えておきたいのは社員寮だけ。社員寮の外観はこんな感じで、ここは激戦区なので気をつけよう。もし山側で迷ったら壁沿いを歩いて線路を目印に大通りへ出よう。次は反対の建物側、こちらはパパッと解説していく。川を渡ってすぐのルアーフ、ここはスカブが多いので要注意。ルアーフ抜けたらインテリ島、インテリ島回復が湧くのでこちらも激戦。インテリから南に行くと機銃9建設、ここは実際何にもないけどタスクで数回来ることになるからチェックしておこう。機銃9建設のお隣は9建設、こちらはちょこちょこアイテムがあって地味に美味しい。旧建設から北上すると新建設、ここは猛者と機銃に乗ったスカブに要注意。新建設の北の線路の先、赤い部分は行き過ぎるとゲーム外最強スナイパーに撃たれるので、このデッドスカブより前には行かないこと。線路沿いにあるのはオールドガスステーション、略してオルガス。緑のスモークが焚かれてたらこの建物の地下で脱出ができるよ。ここまでの PMC 脱出地点はここ、スカブの脱出地点はここ、
コルガソー出たら電源倉庫と七種の倉庫に連チャン。丸々あさるとなかなか美味しい。タンクに挟まれてるこちらはグラボ倉庫。名前の通りグラボが湧くことがある。ここまでの PMC 脱出地点はここ、スカブの脱出地点はここ、以上でカスタムズの主要な建物は終わり。このタスクはこのヒゲのおっさんからのタスクで、ウッズにあるユーセックキャンプとコンボイを見つけて脱出してこいというタスク。このウッズというマップが初心者にとっての難関ポイント。なんで難関かっていうと、このマップはマジで森、木しかなくて自分がどこにいるか最初はマジで分かんない。そこで軽くウッズを歩くためのコツを紹介すると、マップでこの茶色で書かれている道や中央を横断している電線を目印にすること。この2つを辿っていれば少しは迷いにくくなる。そして肝心のタスクの場所はこことここ。ただユーセックキャンプの方は医療品と食料に飢えたモンスターたちが寄ってくる激戦区、さらに周りに地雷まであるタルコフ流大歓迎パーティー会場だから気をつけよう。じゃあ軽く映像で行き方を紹介。まずはこの電線沿いを歩いてこのゴミ箱のところまで行ってみよう。そしたらこの小道を駆け上がってタスク画面でタスクが進んだことを確認。確認できたらゴミ箱のところまで戻って、左を向いて道沿いに進んで分かれ道を左、また道沿いを進んでってこの車両のところまで行ったらタスク画面でタスクが進んだことを確認。あとは脱出するだけ。脱出方法は湧いた場所によって2つあって、片方は左、右、左の道順、もう片方は右、右、右の道順。ウッズはマジの森だけど、その分慣れればスナイパーが楽しいマップだから慣れるまで頑張ってみよう。これでこのタスクはバッチリ。このタスクはこの素敵なお姉さんからのタスクで、インレイド品のサレワを3つ持って帰ってこいというタスク。まずサレワっていうのはこの提灯みたいな見た目の回復アイテム。注意しなきゃいけないのはこのインレイド品という点。インレイド品というのはプレイヤースカブモードでも PMC モードでもいいから、ちゃんと生き残って持って帰ってきましたよというこの証拠のチェックマークがついてるアイテムのこと。ポーチに入れて死んで持って帰ってきても納品はできないから要注意。代表的なサレワの出現ポイントはウッズの医療キャンプ、カスタムのインテリ島と新建築と電源倉庫の地下、リザーブの白ビショップ。カスタムは一箇所にまとまってるわけではないので動画で紹介。まずはインテリ島、最初は入ってすぐ、ここは医療ボックスと直脇がある。次は階段を登ってここ、ここは机や棚に直脇。インテリ島最後はこの部屋、ここも棚に直脇。次に新建築、まずは奥のこの部屋、一通り漁ってみよう。次にここの部屋、ここは直脇もあるかもしれないからそれもチェック。新建築最後は階段を上って2階、大きい木箱や医療ボックスを漁ろう。最後に電源倉庫の地下、ここはとても暗いのでライト必須。ここの医療ボックスとその近くの直脇をチェック。以上がカスタムのサレワ探しポイント。ただ今回紹介した場所なんだけど、どこもワイプ直後はタルコファー全員が血眼になってサレワを探していて激戦区になるし、そうでなくても比較的人気スポットが多いから行くときは細心の注意を払おう。おすすめはプレイヤースカブモードでさっき言ったところや医療品が湧くオブジェクトのアサリの腰を探すやり方。なかなか出なくても気長に探してけば OK。 これでタスクはバッチリ。この動画が役に立ったって人はいいねお願いします。もしわからないことがあったら気軽にコメントしてね。タルコフ上級者の方は初心者さんへの応援メッセージをコメントにくれたら嬉しい。最初はわからないことだらけかもしれないけど、だんだんわからないがわかるになって楽しくなってくるから、ゆっくり自分のペースでやってみよう。初心者エスケーパーの君を応援してるぞ。
アルコフタスクサクッと解説。どうもアイロンプリンです。今回は初心者タルコファーの登竜門メカニックのイントロダクションを解説していきます。ホッパチキー。このタスクはこの20年後のチェンバーみたいな人からのタスクで、ウッズにあるとある手紙を見つけて取って帰ってこいというタスク。なぜこのタスクが初心者の登竜門かというと、まずウッズに行かなきゃいけないという点、さらにマジで何も目印がないところに目的のアイテムがあるという点。その肝心の手紙があるのはウッズのここ。目印があるとすればこの墜落した飛行機。今回は例として医療キャンプからの行き方を紹介。まず医療キャンプの裏口あたりからこの2つの岩の間の方向を向いてひたすら走る。勝ち取りたいものもない、無力なばかり。しばらくすると飛行機の頭が見えてくるので、それを確認したら回れ右。右を向いたらこの小屋があるはずなので、小屋のところまで行ってみよう。手紙があるのはこの位置で、最初は少し見つけづらいので要注意。手紙を拾ったらあとは帰るだけ。一旦医療キャンプに戻って、東側脱出ならすぐ近くのここ、西側脱出なら湖畔沿いにここを目指そう。西側脱出の時の目印はこの船が沈んでる桟橋。これが見えたら右斜め前を向いて走れば脱出地点のトラックが見えるはず。これでこのタスクはバッチリ。このタスクはこのヒゲのおっさんからのタスクで、特定の鍵を見つけてカスタムにあるタンクローリーの鍵を開けて中にある懐中時計を持って帰ってこいというタスク。このタスクの難しい点は、鍵の入手のためにカスタムの社員寮に行かないといけないという点。特定の鍵というのはこの鍵で、社員寮はカスタムのここ、向かって左側の3階寮の2階の205号室のジャケットの中にある。この部屋に入るときは少しコツがあって、まず廊下を塞いでいるベッドにジャンプで乗ってしゃがみながら部屋に入ると難なく入れる。鍵を使うタンクローリーはカスタムの機銃旧建設の近くのここ。この踏み台に登って鍵を開けると座席の足元に懐中時計がある。ただし鍵を開けている時にかなり無防備になるから、周りにいるホームレスたちを駆逐してしっかりクリアリングを済ませて PMC 来ませんようにと神頼みしながら開けよう。アイテムを入手したらあとは脱出して納品するだけ。これがこのタスクの大まかな流れ。このタスクのおすすめのやり方は、まずプレイヤースカブモードで鍵を調達して、それを持って PMC 出撃をして懐中時計を持って帰ってくるというやり方。これなら安全に鍵を取ってこれるし、自分の装備を失うリスクも最小限にできる。このタスクはカスタムのマップさえ分かっていれば比較的簡単にクリアできるので、あまり気負わずにやってみよう。もしカスタムのマップがまだ不安って人はぜひこの動画を見てね。これでこのタスクはバッチリ。このタスクはこのポンポンのおっさんからのタスクで、カスタムズにある隠された貴重な荷物を取ってこいというタスク。その荷物を取るにはとある鍵が必要で、その鍵があるのは同じくカスタムズのルアーフとインテリ島の間のこの草むらの中にあるデッドスカブの中。ただしこの鍵は1レイドに1つしか開かないので、ワイプ序盤のタスクが被る時期は取り合いになるから気をつけよう。肝心の荷物があるのは電源倉庫の横の広場にあるこの仮設小屋の中。かなり目立つ場所で鍵を開けなきゃいけないから、周囲をきちんとクリアリングしてから鍵を開けに行こう。目的のタスクアイテムはこのアイテムなんだけど、ジャケットに埋もれていて見つけづらいから、武器にライトをつけたりして対策して探してみよう。アイテムを拾ったらあとは生き残って帰ってポンポンのおっさんに渡せば OK。 このタスクはプレイヤースカブモードで鍵を取ってきて PMC モードで開けに行くというやり方でもよし、 PMC モードだけでやってもよしのタスク。このタスクもカスタムズのマップさえ分かっていれば比較的簡単にクリアできるので、この動画でカスタムズのマップを覚えてやってみよう。これでこのタスクはバッチリ。このタスクはウッズでスカブを15人倒せというもの。ただスカブを倒すだけじゃんと侮るなかれ。個体差はあれどウッズのスカブの目の良さはウォールハック並み。さらにウッズは背の高い草や木が多いから相手を見失いやすい。なので油断せずにやっていこう。ウッズでスカブがよくいる位置はここ。この中で激戦区を除いたおすすめのスポットはここ。おすすめのやり方は遮蔽を使いながら近づいて弾をばらまいて倒すやり方か、スコープを買って武器につけて遠距離から気づかれないように倒すやり方。後者の方は相手に気づかれている状態だとチーター並みのエイムを披露されて余裕で負けるので要注意。遠距離で倒す時の武器と弾の一例は AKS-74UN に FMJ 弾の組み合わせで、カスタムはこんな感じ。基本的には落ち着いてしっかり頭を狙って倒そう。これでこのタスクはバッチリ。アルコフタスクサクッと解説。
どうもアイロンプリンです。今回はメカニックのタスクであるガンスミスのパート1から4までをまとめて紹介します。それでは行ってみよう。ホッパチキ。まずはパート1、条件はこんな感じ。まずは MP133 を用意。拾ってきたものなら耐久値を60以上まで直そう。次に必要なパーツはこいつら。ライトのマウントはイエーガーから買えない場合があるけど、スカブが使っているショットガンについていることが多いので、スカブを倒した時に拾ってこよう。これらを外して全部つけたら完成。次にパート2、条件はこんな感じ。まずは AKS74U を用意。必要なパーツはこいつら。60連マガジンが買えない場合はレイドで拾ってくるか、ハイドアウトの洗面所をレベル2にしてそこで作成しよう。これらを外して全部つけたら完成。次にパート3。このタスクをやるおすすめのタイミングはピースキーパーが LL2 になったタイミング。条件はこんな感じ。まずは MP5SD を用意。ノーマルの MP5 からやってもいいんだけど、 SD の方からやった方が格段にやりやすいのでそっちがおすすめ。次に必要なパーツはこいつら。マガジンを外して全部つけたら完成。次にパート4。条件はこんな感じ。まずは OPS ケースを用意。次に必要なパーツはこいつら。めんどくさかったらメカニックの交換でカスタムされた S ケースを買うと個別で買わなくて済む。サプレッサーが買えなかったらフリマで買うかレイドで拾ってこよう。武器パーツが湧くところに行くと見つかりやすいよ。これらを外して全部つけたら完成。これでガンスミス1から4はバッチリ。ハルコフタスクサクッと解説。どうもアイロンプリンです。今回はイエーガーの難関タスクであるタルコフシューターパート1を解説します。それでは行ってみよう。ホッパチキ。このタスクは40メートル離れた場所からアイアンサイトのボルトアクションライフルでスカブを5人倒せという鬼畜タスク。まずボルトアクションとは、撃つたびにカチャコンという動作が入るスナイパーのこと。基本的にはアイアンサイトの VPO を使うことになる。40メートルというのはだいたいこの距離。アイアンサイトで狙うとか何の意味があんねん、ほんまこのジジイって思うかもしれないけど、このタスクをクリアできれば初心者卒業と言っても過言ではない。なかなかクリアできなくても大丈夫、上級者も余裕で沼るから、君だけじゃないよ。ゆっくり自分のペースで頑張ってみよう。最後にクリアの仕方の一例を紹介。まずはスカブがよくいる場所に向かって遮蔽をうまく使えるポジションを探そう。狙うスカブを決めたら十分距離が離れていることを確認。この間にターゲットされてしまったら一度時間を置いてターゲットが切れるのを待つのもあり。最後に相手の頭あたりを狙って息を止めてエイムを安定させて撃つ。最初は難しいかもしれないけど頑張ってみて。これでこのタスクはバッチリ。このタスクはカスタムズのどこかにある金色のジッポーを見つけて、同じくカスタムズのトレーラーパークのプレハブに設置してこいというタスク。金色のジッポーがあるのは社員寮の向かって左側の3階寮の303号室。ここは鍵部屋で、この鍵が必要なのでレイドで拾うかフリマかセラピストの交換で入手しよう。肝心の金ジッポーはこのように部屋の机の上に置いてある。これを拾ったら次に目指すのはこのトレーラーパーク。途中で死んでしまうと拾い直しになるので要注意。設置するプレハブはこれで、ここも鍵が必要なんだけど、ここの鍵はタスクの受注時にもらえるから安心。もしなくしてしまったらフリマで買ってこよう。部屋に入ったら設置の表示が出た場所で30秒間 F キーを押し続けると設置完了。設置さえできてしまえば OK なので、仮に死んでしまっても大丈夫。回収と設置を分けてやってもいいタスクだけど、いっぺんにやってしまうのがおすすめ。鍵はなくさないように2つともポーチに入れていこう。これでこのタスクはバッチリ。このタスクはとある鍵とカスタムズのとある貨車にある荷物の納品タスク。とある鍵というのはこの鍵で、インレイド品である必要はないので、見つからなかったらフリマで買って納品すれば OK。 次に納品する荷物というのはこのいつものやつ。その荷物があるのはカスタムズの ZB1012 と ZB1011 の脱出ポイントの間にあるこの貨車の中。肝心の荷物は貨車の中のこの辺りのどこかにあるはずなので、ライトをつけてよく探してみよう。荷物を見つけたらあとは生き残って帰るだけ。これでこのタスクはバッチリ。このタスクはリザーブにある地下壕の指令室を見つけて帰ってこいというタスク。その指令室というのはこの位置で、個人的におすすめの行き方はこの黒ポーンの地下から矢印のように行く行き方。では実際に動画でその場所を解説。まずは飛行機に背を向けて向かって左側の入り口から入る。階段を降りたら左手すぐのドアに入って突き当たりまで直進。突き当たったら階段があるからその階段を降りる。下った先のドアを抜けたら右斜め前の大きな扉をくぐる。
くぐったらすぐ右に曲がって突き当たりのドアに入る。ドアを抜けたら左側にあるドアを開けて中に入ると、ここが指令室。このタスクは指令室を確認した後生きて帰る必要があるんだけど、リザーブは脱出に一癖あるマップ。個人的に一番世話がないなと思う脱出はこのマンホール脱出。バッグを装備してなければいいだけだから、タスククリアだけが目的ならここを使おう。ちなみに自分もリザーブ苦手だからタスク以外で来ないし、ここしか使わない。もう一つの注意ポイントは、リザーブはレイダーという強めの NPC がいるかもしれないという点。レイダーはグレネードに反応するので、グレネードを何個か持ってくといいかも。これでこのタスクはバッチリ。タルコフタスクサクッと解説。どうもアイロンプリンです。今回はイエーガーのタスクである This Survivalist Pass Trifty を解説します。それでは行ってみよう。このタスクはウッズの2つの地下バンカー内に水とイスクラレーションパックを設置してこいというタスク。設置する地下バンカーは ZB014 と ZB016。 まずは ZB014 の位置を紹介。こっちは簡単で、西側脱出のアウトスカーツから少し北西方向に行った場所にある壁沿いにある。次に ZB016 の位置。こちらは分かりづらいので簡単な行き方の一例を紹介。まずはこの古い駅舎の崩落場所を背にして、この木の方向にひたすら進む。このまま森に入ってくぼみを過ぎたら ZB016 のバンカーがある。次は設置の仕方。どちらもバンカー内に入ってこの木箱付近に設置の判定があるので、用事が出たら設置しよう。いっぺんに設置できるわけではなく、レーションパックと水をそれぞれ設置する形なので要注意。水の方に関しては耐久値が1以上残ってれば OK。 休憩所用の飯と水ってことらしいのに1でも OK なのはマジで謎。両方に設置さえできてしまえばタスクは完了になるから、バンカーの場所だけしっかり覚えてやってみよう。これでこのタスクはバッチリ。この動画が役に立ったって人はいいねお願いします。もしわからないことがあったら気軽にコメントしてね。タルコフ上級者さんは初心者さんへの応援メッセージをくれると嬉しいです。最後にチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。